クリミア半島、クリミア半島、または単にクリミアは、黒海の北岸にある半島。面積は 26,844km。2014年1月1日時点、の人口は2353,100人。1991年の独立以来ウクライナに属していたが、2014年のクリミア危機で、ロシアへの編入の是非を問う。 住民投票が行われて以降、貴族についてロシアとウクライナの間で低争状態にある。ロシアは自国に編入したと主張し実行支配しているが、ウクライナではクリミア編入はウクライナ憲法に違反しているとして、現在もウクライナの領土の一部であると主張し、日本を含め国際社会の多くが支持している。半島という単語を用いて、 クリミア半島と呼ぶ場合と、単にクリミアと呼ぶ場合がある。クリミア半島は、英語で、ロシア語で、ウクライナ語で、クリミアタタール語のキリル文字表記で、同じくラテン文字表記で。クリミアは、英語で、ロシア語で、ウクライナ語で、クリミアタタール語のキリル文字表記で、同じくラテン文字表記で。日本語で、一般的な名称となっている。クリミアは、英語の、に由来する。 このほか、ロシア語、またはウクライナ語、のカタカナ表記から、クルイム、ロシア語の日本語表記の異形、またはドイツ語の、カラクリムと呼ぶこともある。これらのヨーロッパ諸言語に基づく名称は、クリミアタタール語を含む、チュルク諸語による古くからの名称、QR、メートル、に由来する。クルムは、もともとは、キプチャクハン国、ジョチウルス時代のクリミア半島の中心都市、 現在のスター・ルイ・クルイムの都市名で、オスマン帝国がクリミア半国を支配していた時代に島全体の名称となった。クルムの語源は確かではなく、コトゥルク語で、丘、おね、山の頂などを意味した、KR という単語に充てる説、国会北岸の古代地名である、キンメリアと関係あるとする説などがある。ヨーロッパでは、古くはギリシア語の地名、タウリケに由来するタウリカ、 タウリスと呼ばれていた。この名前は古代にクリミア半島に居住していたスキタイイコールキンメリア系民族のタウロイに行きする。ストラボンとプトレマイオスは現在のケルチ海峡をボスポロスキンメリオス、キンメリア海峡、タウリカの中心都市をキンメリウム、半島そのものまたは最東端の岬のことをプロモントリウムキンメリウム、キンメリア岬と キンメリア人と関連づけて呼んでいる。英語でのクリミア系統の名称の要例は、18世紀にクリミア韓国を指して、クリムタルタリー、クリムトルッテリーとしたものがある。英語のクリミアの綴りはイタリア語、少なくとも17世紀にはこの名称が使用されていた。由来で1780年代に使われ、19世紀を通じて、英語の伝統的な名称であったタウリカやタウリスに、 置き換えたロシア語では、古名であるタウリカが、18世紀末に、ロシア帝国が併合したクリミア半島に、タブリダ州を設置したことで復活している。タブリダの地名はソ連以降、公式の行政地名としては用いられていないが、クリミア半島に所在する機関や、団体の名称に用いられることがあり、タブリダ国立大学、SC タフリやシンフェロポリなどがある。 古代には、キンメリア人とスキタイ人の居住地であるとともに、ギリシア人の植民都市が建設された。この時代の主要都市であるケルソネソスは、現在のセバストポリの近郊にあった。その後、ローマ人、ゴート人、フン人、ブルガール人、ハザール人、キエフ大公国、ビサンティン帝国、キプチャク人などによる支配を受けた。13世紀には、モンゴルの征服を受けて、 モンゴル帝国の分子であるジョチウルス、キプチャク半国の支配下に入り、沿岸の一部がベネツィアとジェノバの統治下に置かれた。1443年から1783年まで、ジョチウルスの継承政権であるクリミア半国がオスマン帝国の属国となって存続した。1783年に、ロシア帝国のエカチェリーナ2世がクリミア半国を併合した。 1853年から1856年にかけてはフランス、イギリス、オスマン帝国及びサルデーニャ王国の同盟軍とロシア帝国が激突したクリミア戦争の主要な戦場となった。1917年に始まるロシア内戦ではクリミアは白軍、反革命側に占拠されていた。白軍が赤軍によって駆逐された後、クリミアは ソビエト連邦の一部となり、1921年にクリミア自治ソビエト社会主義共和国が置かれた。第二次世界大戦では数年にわたってナチスドイツの占領下にあった。1954年、クリミアはロシアソビエト連邦社会主義共和国からウクライナソビエト社会主義共和国へとソ連構成国間の移管が行われた。 1991年のソ連崩壊により独立したウクライナに属するクリミア自治共和国となった。2014年クリミア危機の結果、クリミア半島の帰属はウクライナとロシア連邦との間で現在軽争状態にある。クリミア半島全域がロシアと親ロシア派によって掌握される中、ウクライナに止まって自治を拡大するか、 ロシア連邦に編入されるかが問われた住民投票を受けてロシアはクリミア編入を行ったがウクライナ政府及び国際社会の多数派はこれを認めていな2014年クリミア住民投票の結果3月18日にロシアがクリミア半島の編入を宣言しクリミア共和国とセバストポリ連邦氏を自国の連邦構成主体とした事実上 ロシアの実行支配下にあるが、ウクライナ政府及び国際社会の多数派は、住民投票及びロシアによる編入を非合法のものであったとして、承認しておらず、国際連合総会は、住民投票を無効とする決議を、賛成100カ国、反対11カ国、危険58カ国で採択した。国際社会がロシアによる事実上の編入以降も、 法的に存続しているとみなすウクライナ領のクリミア自治共和国は1991年に設立された。1990年代には一時期大統領がいたこともあったが、その後はウクライナ中央政府が派遣する大統領特別代表のもとに議員内閣制を採用していた。立法府は100議席のクリミア自治共和最高会議で、 ウクライナ実行支配下で最後に行われた2010年選挙では、クリミア住民の大半を占める、ロシア人などのロシア語話者を支持基盤とした地域党が50局のうちの48区で勝利した。クリミアにおける、ウクライナ大統領特別代表は、2014年5月22日よりが、務めている。政府による公式の統治機構と別に、 クリミアタタール人の民族自治機関として、クリミアタタール民族会議、メジュリスが活動している。ウクライナ領としては、クリミア自治共和国とセバストポリと区別し、ロシア領としては、クリミア共和国とセバストポリ連邦市が置かれる。クリミア自治共和国は、単一国家であるウクライナでは、唯一の自治共和国であり、セバストポリは、 ロシア海軍の国会艦隊が咀嚼する基地があるという重要性から自治共和国の管轄外でウクライナ王に直属する特別市となっている。ロシアはクリミア自治共和国をクリミア共和国として編入し、セバストポリは都市単独で州や共和国と対等な連邦構成主体である連邦市とした。ロシアはクリミア半島の連邦構成主体を管轄させるため、 クリミア連邦管区を設置し、その後南部連邦管区に吸収合併させた。クリミア自治共和国、クリミア共和国は14軍と11の基礎自治体からなり、セバストポリは5区に分かれている。クリミア半島の位置は、北44度23分から44度23分、約3 2 2トル統計32度30分から32度30分。 1> 約1 7 7トル。面積は26,844平方キロメートルで、日本列島と比較すると、四国より大きく、九州より小さい。北部は幅5から8トルのペレコープ地境によって、ユーラシア大陸、ウクライナのヘルソン州とつながっている。ペレコープ地境の東は、アゾフ海にかけて極めて浅い日型のような深い。 スイバー種と呼ばれる方が広がり、大陸側から突き出したとの間の浅く狭い、海峡にも自動車と鉄道の渡れる短い橋で接続している。クリミアの東端はと呼ばれる細長い陸地で、最強部の幅が 3.1km ほどのケルチ海峡を挟んで、ロシアのクラスのダール地方から伸びるタマン半島と向かい合っている。ロシアによるクリミア半島の事実上の編入後には、 クリミア大橋が開通した。全体的な地形は北部、中部のステップと南部の山岳地帯及び沿岸部に分かれる。海岸は侵食されて多くの入り江を形成している。ペレコープ地境の西側には複数の港を持つカーキニット湾がある。カラミタ湾のある南西の海岸にはイエウパトーリア、セバストポリ、バラクラバの港があり、1854年の クリミア戦争など何度かの戦争で激戦地となった。ケルチ海峡の北側にはアラバト湾、またはイエニカレ湾があり、同じく南側にはジェノバ共和国とオスマン帝国が国会交易の拠点としたカッフ,ファ港のあるフェオドシア湾、カッフ,ファ湾がある。南東の海岸はクリミア山脈、ヤイラ山地に沿ってすぐ8から1 2トルのところにある。 内陸部にはもう一つアルピンメドゥの山々が並んでいる。これらの山々は、の南西の先端では、国海の海底から標高600から750メートルまで急勾配にそびえ立っている。そのの頂上には、キリシャ人の女司祭イーピゲネエアが使えたアルテミスの神殿があったと考えられている。半島の中央部から北部は山地から 北西方向になだらかに傾斜し、東ヨーロッパ平原に連なるステップになっている。ステップは半島の75%を占め、古代からロシア併合まで遊牧民が放牧を行ってた地域で、古代スキタイ人の墓や古墳が点在している。ヤイラ山地の背面の風景は、また違ったものになっていて、細い海岸線や山地の斜面は、草木で覆われている。 ロシアのリビエラと言われる場所が、サールイチ岬からフェオドシアまでのである。そこには、ヤルタ、フェオドシアなど、夏の海水浴リゾート地がの木を連ねている。また、タタール人の村の遺跡や、モスク、カトリックの修道院も数多くある。ロシアの皇族や貴族たちがよく訪れた場所でもあり、古代ギリシアの趣きある遺跡や、中世に建てられた要塞なども見ることができる、観光地である。 工業地帯は主にクリミア半島の北部に位置する。主要な工業都市はクリミア半島内の各地とウクライナの本土、大陸側を結ぶ鉄道の結節点となっているジャンコイである。他の都市にクラスノペレコプスク、アルミャンスクなどがある。クリミアにおける主要な工業分野には食品、化学、機械製造、金属加工、及び燃料生産が含まれる。 工業市場の60%は食品製造業が占める。製造業の企業数は大規模なものが291社、小規模なものが1002社である。農業は穀物、野菜、園芸とウクライナワインの一種として知られ、特にヤルタやマッサンドラで盛んなブドウ果樹栽培などが行われている。畜産は牧畜、養鶏、畜筆寺などである。 クリミア半島のその他の生産物には、塩、海塩、半岩、石灰岩、鉄鉱石、ケルチ近郊で採掘されるがある。このほか、クリミアは陸上及び海中の両方にガス田を有する。これらはすべてウクライナのパイプラインに接続され、西側の石油、ガス会社によって開発されていた。陸上のものは、チェルノモルスク軍とジャンコイにあり、海中のものは、 西海底の国海と北東海底のアゾフ海にある。クリミアの都市、村の間はバス路線によって結ばれている。トロリーバスでは世界最長の路線がある。この路線はシンフェロッポリの鉄道駅からクリミア山脈を越えてアルシタとヤルタまでを3時間結ぶ全長約9 6トルの山岳線で1959年に開通した。 鉄道は、アルミアンスク・ケルチ線、フェオドシア支線に接続と、メリトポリ・セバストポリ線、イエウパトーリア支線に接続がある。両路線は、半島北部のジャンコイで交差した後、アルミアンスクから、ペレコープ地境を経てへ、ルソン州へ、ジャンコイから深いを渡って、ザポーリジャ州のメリトポリへと、ウクライナ本土側に接続ている。また、 イエウパトーリアには市内と近隣の村を結ぶ路面電車がある。海上交通はヤルタ、フェオドシア、ケルチ、セバストポリ、チョルノモルスクとイエウパトーリアがそれぞれ結ばれている。クリミアの保養地としての開発は19世紀後半に始まった。交通ネットワークが整備され、ロシア帝国中央からの観光客が増大した。20世紀初頭にはリキュや 別荘の開発が行われた。これらは減損し、クリミアの主要な観光スポットとなっている。観光開発の次の段階は、空気や湖、環境の療養効果を認めたソビエト政府の政策により始められた。ソ連の労働者にとってクリミアは、健康改善のための療養地となり、数多くのソ連人民がクリミアを訪れた。1990年代には、 クリミアは健康改善のためというよりもリゾートのための保養地となった。多くの観光客が訪れるのは南部海岸のヤルタやアルシタ、西部海岸のイエウパトーリアやサーキ、東南部海岸のフェオドシアやスダクである。ナショナルジオグラフィックによるとクリミアは2013年の全世界の観光地トップ20の一つである。 2014年1月1日時点の人口は235万3100人で2001年ウクライナ国勢調査で報告された237万6151人からわずかに減少しているこのうち約200万人がクリミア自治共和国約35万人がセバストポリ特別市に居住する人口に占める民族の割合は2001年調査において 調査対象者が自己申告した民族籍によると以下の通りである。クリミアの民族構成は20世紀前半に劇的な民族移動が起こった結果の産物である。1783年のロシア併合以前の住民はイスラム教スンナ派を信仰するクリミアタタール人が多数派で、その他に政教会神徒のギリシャ人、言語的にクリミアゴート語を話した。 ゴート人やクリミアタタール語を話したウルム人を含むアルメニア教会のアルメニア人とユダヤ教を信じるユダヤ人がおり併合後にロシア人やウクライナ人などの東スラブ系民族が入植した1879年にクリミア半島を含む地域を管轄したロシア帝国のパブリダ県で行われた調査によと 当時の人口はクリミアタタール人が19万4294人、ロシア人が18万963人、ウクライナ人が6万4703であった。1989年と2001年の数値は、セバストポリ特別市を除く。クリミアタタール人は、2001年の国勢調査では、クリミア自治共和国の12.1%、 クリミア半島全域の10.2%を占めるに、杉内がクリミア半国が成立した中世後期以降に、クリミア半島内で、ャ着系の野外族の遊牧民とグズ系のトルコ民族、南部の山岳地帯や海岸部に住むもと、キリスト教徒の諸民族の子孫が混合して、形成された土着の民族である。1944年に、ヨシフ・スターリンの政策で、 中央アジアに強制移住させられ、ソ連末期の1980年代末から、クリミア半島に帰還し始めた。クリミア半島のユダヤ人は、歴史的にはラビ派を侵攻し、トゥルク諸語のクリムチャク語を使用した、クリムチャク人とカライ派を侵攻し、クリムチャク語とは異なる、トゥルク諸語のカライム語を使用しからなる。1879年のタブリガ県の人口調査によると、 ラビハのユダヤ人は4.20%、カライム人は0.43%であった。1939年の時点で約6万5千人いたユダヤ人、クリムチャクビトを含み、カライム人は含まないは、第二次世界大戦中のナチスドイツによる占領下でホロコーストの犠牲になっている。も1939年の時点で6万人いたが、第二次大戦で、 独組戦が始まると、スターリンの命令で追放された。少数がソ連崩壊後に帰還しており、2001年の国勢調査によると、約2500人、0.1%のドイツ人がクリミアに居住している。クリミアタタール人、ドイツ人のほか、スターリンは1944年に2万人のキリシャ人と1万4千人のブルガリア人も、追放した。 一連の民族移動の結果、第二次世界大戦後には、ロシア人、ウクライナ人、ベラルーシ人の東、スラブ系民族以外で規模の大きい民族は、クリミア半島から激減して、現在に至っている。2001年の国勢調査によると、クリミア自治共和国の住民の77%が、ロシア語を母語としており、自分自身を民族的に、ロシア人とみなさない。 ウクライナ人などの間でも広く、ロシア語が話されている。2001年時点で、クリミアタタール人は93%と非常に高い割合で、クリミアタタール語を母語と申告しており、クリミアタタール語話者の人口は自治共和国全体の11.4%で、ある。ウクライナ語を母語とすると申告した人は10.1%で、民族としては、ウクライナ人と申告した人の中でも、 半分以下40.4%に過ぎない。クリミアはキリスト教の需要が早くに進み、沿岸部に住むギリシャ人や山岳地帯に住むゴート人が聖教会を信仰していた。8世紀のゴート主教をニアンニスがよく知られている。988年にキエフ大公国のウラジーミル一世はクリミア半島のギリシャ人都市ケルソネソス、現在のセバストポリで キリスト教に改修した。中部、北部のステップでは、ハザールがユダヤ教を信仰していた時代もあったが、13世紀にクリミア半島の支配者となったジョチウルス、キプチャク半国がイスラム教を授容した。スタールイクルイムには支配下の部族をイスラムに集団改修させたことで知られる、ウズベクハンが1314年に建立したモスクがある。 オスマン帝国支配下のクリミア半国時代、クリミア半島ではイスラム教が浸透していたが、1783年のロシア帝国の併合以降は、東、スラブ系の正教会が再び優勢となった。現在も全人口の10%ほどのクリミアタタール人の大部分がイスラム教徒であるが、80%以上を占める東、スラブ系民族は、 ロシア正教会などのキリスト教徒、または無宗教である。クリミア半島には古代ギリシア、ローマ以来の遺跡が数多くある。クリミア半国時代の遺跡は、旧とバフチサライに現存する、半宮殿、半サライが知られる。ロシアへの併合以降、クリミアは、ロシアや周辺地域のロマン派に大きな影響を与えた。ロシアの詩人がアレクサンドル・プルシキンは、 1820年にバフチサライの宮殿を訪問し代表作の一つバフチサライの泉の着想を得たポーランドの詩人アダム・ミツキエビチにとっては連作クリミアのソネットの背景となったクリミアを旅行した際に得た史上を込めた18連作のソネットは祖国を追われた絶望を東方の文化と自然のロマン主義的な序述で表現しているレフトルストイ アントン・チェーホフラも、一時期クリミアに滞在し、作品を執筆している。クリミア出身の芸術家としては、イヴァン・アイバゾフスキーが著名である。アイバゾフスキーは19世紀に、フェオドシアで、アルメニア人の家系に生まれ、生涯のほとんどをクリミアで過ごした。存命中から海をモチーフにした作品を発表する、海洋画家として、非常に巧妙で、彼の作品の多くは、 国会を描いている。クリミア戦争中には戦闘についての作品を描いたことも知られる。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。